はい、どうも、メンタルゲームインザボックス。引き続き、ファミリーコンピューター版、アメリカ横断ウルトラクイズ史上最大の戦いやっていきたいと思います。回数で言うともう9回目でございましてね。ゲームボーイ版をやった時は、全6回で終わったんですよね。で、挑戦回数も49回目の時にクイズ王になったんですよね。で、まあ、今回、一応ノーマルモードって言ってね、高い難易度の方のモードでやっているとはいえ、もう60回目なんですよね、今回で。60回目の挑戦になるんですよね。で、しかもパスワードコンテンツ使ってるんで、もう機内クイズとかやる必要ないから、だいぶ楽なんですよね、ゲームボーイ版と比べると。なんですけれども、やっぱり、難しいんですよね、やっぱ。なかなかクイズ王になれないですね。9回やってまだですよ。ゲームボーイ版は6回やったんですけど、あれはだいぶね、問題もカットしてたりするんですよね。機内クイズまでのこう道のりっていうのは、だいたい同じような繰り返しなんで、カットしてたんで、問題をね。大幅にカットしてたんですけれども、今回はね、ちょっと問題の内容に、重点を置いてやりたいなっていうこともあって、あんまりこうカットをね入れてないんですよね。で、先週もね、1時間何分かの動画になっちゃったんでね、本当に申し訳ないですね。長くなっちゃうっていうの、本当申し訳ないです。 まあ、その代わり週1投稿なんでね、まあ、1週間かけてゆっくり見てもらえばと思って、まあ、ちょっと長くなっても、まあ、それで投稿してるんですけれども、普通なら分けますよ、僕ならね。 普段なら僕は分けますけど、何本かにね。それは1時間も収録したらね。前回は1時間40分45分ぐらい収録したんですけどね。まあ、それでそれぐらいかかっちゃいましたけれども、まあ、今回もね、オープニングトークを早めに切り上げて、まあ、やっていきましょうか。60回目ですよ。 何回になるんでしょうね、クイズ王になるまでに。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあいきましょう。フロリダはカットしますんで、じゃあまたシカゴでお会いいたしましょう。さあ、じゃあいきましょう。シカゴです。間違えると二度と開かなくなってしまう迷路から脱出するクイズですね。3択クイズ。制限時間300秒いきましょう。第1問。赤毛のアンの舞台となっている国は？カナダ。あ、カナダない。第2問。西インド諸島では魔女が変身すると何になると言われている？わからん。リンゴ？リンゴ。違う。なんでしょう。卵？第3問。EC ヨーロッパ共同体の本部が置かれているのは？アムステルダムじゃなかった。ベルンでもなかったんです。ブリッセル。OK。 第4問。母を訪ねて三千里で主人公マルコの出身地は？ジェノバ、ベニス、ローマ、ローマ、ジェノバ、ジェノ、ジェノバ。OK。 めっちゃ声小さかった。第5問。1億総白地下とテレビ番組を批判したのは誰？大家総一だったね、確か。さあ、OK。 第6問。クリスマスのマスの意味は？宗教、祭り。 OK。 第7問。日本の漁師の守り神とされているのは？オスの三毛猫。第8問。次のうちアメリカのロケットでないものは？アリアンですね。第9問。新幹線のレールの内側の幅は何ミリ？いやー、これ分かんなかったね。適当に押して間違ったような、当たってたような。 これを押して当たったか当たってないかやね。やっぱあれ当たってたんかな。 記憶が曖昧なやつがたまにあるな。第10問。日本で初めて牛乳屋ができたのは？はい、明治3年でございます。最後、第11問。ドイツで開発されているリニアモーターカーを何という？
リニアモーターカー、ダーノルフェン、トランスラピッド。おー、当てた。よし、第12問。縁結びで有名な出雲大社の神様は、恵比寿さんじゃないんだよね。大黒さん、弁天様。ああ、違う。やばい。これはあれやな、問題の選択肢が見えないパターンやな。これやばいです。第13問。天体観測で有名なアメリカ・カリフォルニア州の山は、パロマー山ですね。はい、ここら辺はだいたい先週とか先々週ぐらいに出てきてます。じゃあ行きましょう。通過クイズの前の脱出クイズですね。行きましょう。第14問。次のうち芥川龍之介の小説は、目。いや、じゃあ、くっそ。くっそー。どれもありそうやねんもんな。はい、じゃあ行きましょう。シカゴ第1問。旧式の電話ボックスのことを何という？単調、古調、三調、単調、単調。 OK。 むずいな。月光仮面に登場する悪役は、サタンの爪。 OK。 第3問。ヘンゼルとグレーテルによく似たペローのドアは、巻き毛の理系じゃなかったんだよね。センニョ。違う。親指小僧か。じゃあ第4問。先進国首脳会議サミットを提案した国は、フランス。 OK。 第5問。次のうち日本にないものは、全長16メートルの橋。 OK。 こっち行こう。第6問。天気をイタリア語で言うと、テンポ。 OK。 第7問。焼きが回るという言葉はもともとどんなものに使われた、切れ味の悪くなった刃物。 OK。 第8問。広島県の地形は次のうちどれ？三角、あ、ちょ押せんかったんちゃうかな、今の。三角巣やったっけ。三角巣か戦場地やねんな。はい、じゃあ行きましょう。第9問。東南アジア諸国連合 ASEAN に含まれないのは、確かカンボジア。 OK。 第10問。 Y シャツとは何を省略した名前？これが Y シャツですね。 Y シャツ。 OK。はい、行きましょう。第11問。11問。教輪といえばどんな職業を指す？教輪。教輪。政治家。違う。なんでしょう。第12問。日本に一番近い外国は、韓国。OK。第13問。エビとカニの足の数は、エビの方が多そうやねんけど。エビ。違う。違うんすか。さあ行ってみましょう。第14問。フィッシュストーリーを日本語で言うと、ほら話、おとぎ話。違う。むずいなぁ。さあ、これが通過クイズ、通過クイズに行くための脱出クイズです。行きましょう。第15問。世界で最も種類の多い魚といえば、イワシかな。これ生塚イワシないね。クジラではないね。イワシ。やーちゃう。くそ。さあ行きましょう。シカゴ迷路クイズ第1問。イスラム教の断食日ラマダンではいつからいつまで食事をしてはいけない？日の出から日没まで。 OK。第2問。楊貴妃が好んで食べたという河南地方の果物は、ライチ。OK。第3問。自転車競技場の正式な名前は、ベロードロームやったっけな。OK。ベロドロームね。第4問。ひねくれていることを昔の言葉で言うと、これわかんないんだ。東。あ、そうね。OK。
第5問、プロゴルファー尾崎武雄のニックネームは、ジェット、okay、ジェット武雄、ジェット尾崎やな。第6問、あけぼの杉のラテン語の名前は、メタセコイア、okay、なんか聞いたことあるな、メタセコイア。あのセコイアチョコレートの語源やったかな。第7問、産んだ卵を他の鳥に温めてもらう鳥はホタターゲス、OK。第8問、マーガリンが登場することになったナポレオン3世主催のコンテストとは、これがバターの代用品コンテスト、OK。第9問、ことわざ針ほどのことを、棒ほどに言う、中国での例え、愛のことをゾウのことに言う、OK。第10問、マヨネーズに含まれているものは、卵黄ですね。第11問、次のうち実際にある韓国のプロ野球チームは、これもやったな、ロッテジャイアンツ、 OK。 出てきた問題がいっぱい出てきてるそんだけやってるってことですけどね。第12問、落花生の実のできるところは、地面の下、 OK。 第13問、日本人で初めてインディ500に出場したドライバーはヒロ松下ですね、はい。第14問、フルーツポンチのポンチとは何のこと、何だったっけこれ、ヒンズー語の語、 OK。 さあラスト、第15問、次のうち天然記念物に指定されていないのはカモメ、 OK。 抜けた、しゃあ通過クイズです。これ全問開けたから普通のクイズを答えるだけですからね。さあ答えれるかどうかですよ。さあ正解した部屋の分だけ、開きます。じゃあ行きましょう。さあ全部開いたよ。次のうち哺乳類でない動物は、哺乳類でない動物はサメでございます。 OK 抜けた、シャイ、よし行きましたね、ニューヨーク今回の収録では3回目でようやく行きましたね。はい、じゃあ行きましょう、一気にニューヨークへ、うん。さあ頂上決戦は今回誰になるんでしょうね。さあポイントこういう感じです。さあ行きましょう、ニューヨークへ移動、飛行機で移動して、こっからヘリコプターで移動するっていうね、空での移動が多いってさすがね、さすがですよ、もう決勝戦にまで行くとその空での移動が多いんですよね。はい、秋広ですね、相変わらず秋広対エントのエンタのこの2人の勝負が続いておりますけれども、じゃあ行きましょう、ニューヨーク3択クイズ10ポイント選手の、交互に答えていくというルールですね。行きましょう、ニューヨークエンタの番です。行きましょう、第1問、次のうち黒澤明監督の映画のタイトルなのは、いける、 OK 当てた、よし。さあ秋広間違いなさい。第2問、スキャナーズで超能力者を生む元となった薬はエフェメロルですか、うん。さあ私の番です。第3問、ダイハードで舞台となったビルの名前は、これもやりましたね、中富ビル。相変わらずこのニューヨークはあれやな、映画クイズが出んねんな、困るんだけどな映画クイズ本当に第4問、砂の惑星に出演したロックシンガー、スティングやったな、 OK。 そうですよね、いや OK じゃないんだけども、俺が当てたってことをね、嬉しいんですよ。さあ行きましょう、私の番。第5問、2001年宇宙の旅の木星探査船はエンタープライズやったっけ、違う、ノーチラスか、やっちまったなこれ、これやっちまった、間違えなさい、あ、ディスカバリーなんやそもそも間違ってたよね、はい、私の番。第7問、インディ・ジョーンズ魔球の伝説でインディが探した3つの石といえば、何やったっけこれ、アンカラストーン、サンカラやったっけ、普通にサンカラやったっけ、そっか普通にサンカラか、うん、ちょっと間違えてもいいんだぜ秋広。私の番。第9問、トップガンでトム・クルーズのライバルは、ナイスマン、 OK ちょっとカッコつけて言うっていうね。
さあ、昨日の番。ディズニー映画でピーターパンで、ピーターパンの忘れ物は影です。へえ。影忘れる。影なんか忘れる。俺でも忘れんで。さあ、私の番。バックトゥザフューチャー3でドクがセーブで作った飲み物といえば、これアイスティーですね。さあ、アキロさん、そろそろ成績をトントンにしましょう。2問ぐらい間違えてください。ラビリスに出演したロックシンガーはデビッドボーイ。あ、違うんだ。また映画の名前タイトルによって違うんだ。スティングでしょって思ったけど、次のうちゴジラと戦ったことがないの、モスラ、ガメラ、ケイリン。さあ、アキロさん、間違えましょうよ、そろそろ。アメリカングラフィティでメルのドライブインのウェイトレスが履いていたのはローラースケットか。ありそうやもんな、ウェイトレスがローラースケットっていうパターンありそうやもん。さあ、私の番。映画ジョーズの最初の犠牲者は、女性感があるんやけどな。オッケー、女性だ。水着を着た女性じゃないか。それ前回言ったような気がするな。さあ、相手の番。黒澤明監督の映画夢の中で鬼の役を演じた人は、長さんですね、碇長介さん。さあ、行きましょう、私の番。風の谷のナウシカでナウシカのペットの名前は、ミトテト。オッケー、よーし。さあ、黄色。隣のトトロでトトロが傘のお礼にくれたもの。いや、簡単やな、これ。木の実ですよ。いや、間違えんな、本当に。さあ、私の番。映画、これ、びっくりマーク。このタイトルの読み方は、IO ですね。はい、OK。さあ、黄色。ディズニー映画、リトル・マーメイドの元になった童話は、いや、簡単やろ、これも。簡単すぎるやろうに、おい、なんなん、それも。相手の問題簡単すぎるやろ、本当に。またやり直し。はい、じゃあシカゴ迷路クイズ第1問いきましょう。はい、来た。ゴルフで18ホールを自分の年齢以下のスコアでホールアウトした人を何という。エイジシューター。オッケー。第2問。人に頭が上がらないことを何の川流れという。カンナ。違う。カッパの川流れしか知らないな、俺。第3問。不思議の国のアリスと鏡の国のアリスのどちらにも登場しているのは。に。違う。あ、やばい。これ間違えると終わり。いきましょう、第4問。新潟県の昔の地名は、あ、いちご。いちご製菓っつって言うんですよ。ピンポン、いちご製菓って言われた。第5問、次のうち、往年のプロテニス選手は、ラルフ・ローレン。ん?じゃない。さあ、これを間違えると詰みます。第6問、ルーブル美術館にあるミロのヴィーナスは何でできている?石灰岩。違う。わった、くそ。むずいな。ここまで来てやっぱ出てない問題が出るんですね。知らない問題がいっぱい出たな。はい、じゃあ行きましょう、シカゴメールクイズ第1問。第1問。電池の日とは何月何日。12月12日じゃなかったっけ。やったっけ。第2問。オーストラリアとニュージーランドの間にある海を何という。何やったっけこれ。タスマ。 OK。 第3問。日本が打ち上げた人工衛星はどれ。あ、これ分かんないんだ。白鳥。クジラか。白鳥。 OK。 第4問。時速400キロ以上のスピードを記録したドイツの超高速列車はAPT じゃなかったっけ。 ICE。 OK。
OK。国の中で時差がないのは、中国。OK。第6問、EC、ヨーロッパ共同体の本部が置かれているのは、ブリッセル。OK。第7問、ビジネスの相手との商談を兼ねた朝食を何という？ビジネスかな？ビジネスブラックファースト。違う。マジか。パワーブリックファーストか。ダージマン、3匹の子豚はどこの国の童話？イギリス。これやったな、あれでやってたな。水曜どうでしょうのヨーロッパ、のやつ。ヨーロッパを制覇するやつ。あれでやってたな。鈴井さんがやってたな。第9問、ベトナムの絵と日本のウサギの代わりに順子に入ってるのは猫。OK。第10問、バルト三国の一つリトアニアの首都はビリニュス。 OK。 第11問、ドイツで開発されているリニアモーターカーを何というトランスラピッド。 OK。 第12問、緑のペストと呼ばれているのは酸性雨。第13問、日本初の5つ語はどこで誕生した、鹿児島。 OK。第14問、実際にある水車の名称は、インディアン水車。さあ、これ通過するための脱出クイズ。いきましょう。紙芝居画家から漫画家に転向したのは、水木しげる。OK。さあ、いきましょう。通過クイズでございます。いきましょう。結構間違えたけど、日本の漁師の守り神とされているのは、OK。オスの三毛猫。OK。いけた。さあ、またニューヨーク行きましょう。さあ、今回の相手は誰だ？あ、秋広だ。すでに見た感じがあるね。秋広ってなんか見たことあるような名前だな。さあ、私の番。あ、また。また映画問題。黒澤明監督の乱。一文字家の三人兄弟の中で最初に死んだのは。サブロ。違う。誰なんすか。答えを知ってんのはもう、アキロだけで。太郎でした。第2問。怪盗ルビーで、小泉京子が演じたルビーの星座は、いやもう知らんって、そんな。いて座。オッケー。知らんって、そんな。もう映画問題でさらわからないのにさ、その出てきた人の星座まで答えないといけないの？映画アメリカの友人で、アメリカの友人を演じたのはデニス・ホッパーですか。さあ、私の番。第5問、シェーンのラストシーンでカムバックと叫ぶ少年の名前は、これジョーイおじさんですよ。こうやってね、関係ないやつにね、無理やり紐付けて覚えていってるんですよ、私はね。さあ、行きましょう。第6問、ロッキーで初めてアポロに挑戦した試合でロッキーは判定負けですね。これは知ってるわ。さあ、私の番。スターウォーズでハンソロの相棒の名前はチューバッカーですね。オッケーオッケー。さあ、アキルさん間違えましょう。とりあえず間違えましょう。黒澤明監督の影武者、誰の影武者の話？武田信玄。さあ、私の番です。E.T. の有名なシーン、 E.T. の指と合わせた少年の指は、人差し指。 OK。 人差し指がね、こう光がこう反射する中でね、こう合わせますよね。まあ説明せんでも知ってるでしょうけど。未知との遭遇で、宇宙人との遭遇は第何種、第3種ね、接近なんちゃらですよ。はい。全然読めてなかったな。さあ、私の番。映画ヤングガンの主人公といえば、ビリー・ザ・キッドですね。 OK。 さあ、ギロさん頼ますよ。バックトゥザフューチャー3でマーティーは銃の撃ち方をどこで習ったと言った。セブンイレブンだな。そうだよ、俺は先週それを間違ったんだ。さあ、私の番。インディ・ジョーンズ最後の聖戦で、インディの父親を演じたのは、ショーン・コネリー。
OK。 いやー結構私も頑張ってんですけどね、それ以上にアキードさん頑張るから。映画僕のおじさんでジャックたちが演じた、なんか回ってきたけど、あえて何選んだか覚えてない。ユロですよ。間違えろや。ほんま。そこは律儀に間違えろや。ディズニー映画ダンボに出てくる友達、チモシーは？ネズミ。ケイ。チモシーっていうね。さあ、ヒーロー。戦艦、ポッチョムッキンが入港した港は、オデッサ。さあ、私の番。キッチンの冒頭で三影と雄一が食堂で食べたのは、カツ丼でも食べるかっつって言ったんですよね。知らないけどね。実際にそんなシーンがあるとか知らないけど、カツ丼でも食べるかっつったんでしょう。トータルリコールの舞台となっている惑星は火星ですね。はい、これも先週やりました。私間違えたやつです。私の番。マイフェアレディでオードリー・ヘップバーンが演じたヒロインの名前は、イライザ。ライザップかもしれないですけどね、うん、今の時代だったらライザップっていう名前になってるかもしれないですけどね。ディズニー映画眠れる森の美女の音楽を作曲したのはチャイコフスキー、そうですか。負けたね。はい、はい、10対9で負けたよね、さあ行きましょう。石川メロクイズ第1問。津軽乙女、秋田小町など女性名をつけた米のブランドのことを何という？マドンナ米。 OK。 第2問。株取引の用語で大きく動いた株が元の水準に戻ることを言ってこい。 OK。 第3問。 F1 ドライバー中島悟のドライビングを例えて言うと、納豆走法。 OK。第4問。カール・ルイスが所属するクラブの名前は、サンタモニカトラッククラブ。 OK。 第5問。産んだ卵を他の鳥に温めてもらう鳥はホタターギス。 OK。 第6問。アメリカのプリンストン病院で保管されているのはアインシュタインの脳。 OK。第7問。中世ヨーロッパで考えられていたサンタクロースの乗り物は馬車。違う、ラクダ。第8問。野生の神という意味のヘアスタイルはソバージュじゃなかったよ、そんな。シニア。違う。むずいなぁ。第9問。日本人で初めてインディ500に出場したドライバーは、ヒロ松下。第10問。マーガリンが登場することになったナポレオン3世主催のコンテストとは、バターの代用品コンテスト。第11問。百人一首で下の句だけが書いてある札を何という、取り札。第12問。JRA といえば、日本中央競馬会。OK。第13問。次のうち哺乳類でない動物はサメ。さあ、問題の被りようはすごいんだけども。一向にニューヨーク勝てないですね。第14問。イスラム教の断食日ラマダンでは5日いつまで食事をしてはいけない。日の出から日没まで。第15問。ことわざ。針ほどのことを棒ほどに言うの中国での例え、針のことを象のように言う。 OK。 さあ、次はクイズです。いきましょう。これはでも選択肢は見えるんじゃないかな。アケボノスギのラテン語の名、秋田メタセコイア。 OK。 いきましょう、ニューヨーク。さあ、今回の対戦相手は秋広だ。さあ相変わらずの秋広だ。さあ行きましょう。私の番からですね。
あ、また映画クイズだ。バックトゥザフューチャー3でどこが西部で作った飲み物といえばアイスティー。はい、これもやりましたね。さあ行きましょう。秋広、スタートレックのスポック船長を演じているのは、お、来たけどわかんないですよ来たんだけどわかんないですよ。モアイ、モアイ、ニモイ、オッケー、来た、おっしゃ、これはこれいいアドバンテージになってるよ。これ小泉今日子が主演した僕の女に手を出すなに出演していたのはトンネルズか、うっちゃなんじゃ、マジかよそうですか。さあ私の番、ニューシネマパラダイスの映画好きの少年の名前はトット。 OK、 さあ間違えたくない、ここは間違えたくないところだ。ユーリーだからね、私が。映画帝都物語に悪役で出演した有名モデルといえば、誰だったっけ、これも先週やったはずなんだよ。中川久子。オッケー、切った。これはちょっとチャンス来てるぞ、これ。おい、今回来てるぞ、これ。来てますよ、これ。テンション上がってきた。次のうち、香港のアクションスターは、ジャッキーだわな。うん、そうだ、そうだ。それはそうだ。さあ、私の番です。インディ・ジョーンズのインディアナという名前はもともと何につけられていた？馬じゃなかったんだよ。犬。オッケー。よし、いいぞいいぞ。さあ記号、アマデウスでモーツァルトのライバルの作曲家は、おお、結構間違えるな今日どうしたんだアキロ、頑張れって思う、お前ならできるよっつって逆に応援したくなる。ライバルの作曲家、サリエニ。オッケー、サルモネラはさすがにちゃうでしょ。さあ点差が開いてくよこれ。あ、黄色調子悪い今回。ローズマリーの赤ちゃんで赤ちゃんのお父さんは悪魔。そうですか。私の番、インディ・ジョーンズ魔球の伝説でインディが探した3つの石といえば、これやった、サンカラストーン。オッケー。さあ黄色、ディズニー映画ピーターパンでピーターパンの忘れ物は影ですね。オッケー、いやオッケーじゃない、オッケーじゃねえんだよそれ。さあ私の番、 ET で少年と ET の ET は何に乗って空を飛んだ？自転車でございます。オッケー、いいね、この4点も差が開いてる感じ、たまんないですねこれ。天空の城ラピュタに出てくる宇宙戦艦はハテナ2って何ゴリアテ、ゴリアテっていうの。さあ私の番、ヒッチコック監督のサスペンス映画は、これが裏ベアだ、あ、じゃあ裏窓やったっけ、え、なんやったっけ、裏窓、裏窓やん秋広今回間違いまくっとんな、裏窓。オッケー、俺間違ってやべえと思ったけど秋広も間違った。さあ映画びっくり、このタイトルの読み方は当てるか、 IO ですね。さあ私これ答えたら勝ちです、クイズ王になりますよ。いきますよ、大事な問題、アダクチャンス違う番組だって。ローマの休日の主役の2人が乗るスクーターといえばベスパ。オッケー、抜けた、よっしゃ来た、やったな、エンタ。今君は1,000万、10万、100万、1,000万人のウルトラクイズファンの頂点に立ったぞ。よーし、知力、体力、時の運、すべてが充実している君にチャンピオンになった証としてこのウルトラクイズチャンピオンメダルをあげよう。 OK、 来ましたよ、ありがとうございます。クイズ王になりました私も、ついにウルトラクイズファミコン版でクイズ王になりました。これ、このメダルはどんな試練でも乗り切る勇気と愛を君に与えてくれるだろう。さてウルトラクイズといえばお楽しみは副賞だ。今回の副賞は秘密にしておこう急にですよ、もうクイズ王なって
た喜びをこう感じている暇もなくね、副将の話をしだすっていうね。副将は自由の女神の展望室にあるから、ニューヨークの市内観光でもしながら取りに行ってくれ。本当におめでとう。さあじゃあニューヨークの展望台行きましょうか。エンタは視力が2ポイント、10、10上がってますね。25、133、139ですね。OK。さあ、パスワード出ました。これちょっと今回、ここで保存しましょう。スクリーンショット撮って、楽ですね。スクリーンショット撮るだけやから。はい、スクリーンショット撮りましたんで、これ大丈夫ですね。はい、ということで、喜びをこう分かち合う間もなくね、パスワードが出たんですけど。これどうしようかな、どこで終わろう、今回どうしよう、ここで終わりますか、ここで終わっときます、終わりましょうか来週に持ち越しましょうか。これね、一応今回のゲーム実況のタイトルはアメリカ横断ウルタクイズ FC、まあ、ファミコン版で、クイズ王になるっていう、まあ、タイトルですから、クイズ王になりましたかね、実際にもうここなったから、ということで来週からね、クイズをなったので、もう番外編ですね、番外編をやっていきたいと思います。まあここでパスワード出るってことはそういうことですよ。これまだ続くんですよ、このゲーム、クイズをなった終わりってわけじゃないんですよね、このゲーム。ここからね大きく変わるんですよ、物語がね。まあちょっとそこには今回触れないでおきましょう。ということで、まあ、今週はここまでにしたいと思います。今回ちょっと短いと思います、動画で言うと。僕の収録時間もまだ1時間経ってないですからね、まあちょっと短くなりましたけれども、先週と比べたら大きな違いですけどね、まあちょっと申し訳ないですけども、今回ここで終わりたいと思います。来週からは、クイズをなってからどうなるのか、そこをね、掘り下げていきたいと思いますので、来週もお楽しみしていただければなと思います。ということで、今回ここまでにしたいと思います。ということで、また来週クイズゲーム枠でお会いいたしましょう。さよなら。